虫取り網完成。これで素早い虫も簡単に捕まえられるよ。そういえばこっちの女の子って虫嫌いが多いんだっけ。確かパティも。はあ、何がダメなんだろう。これで足りるかな。ありがとうライザ、これだけあれば十分だよ。早速届けてくるから少し待っててね。どうだった？お客さん怒ってなかった？うん、大丈夫だったよ。ギリギリだったから心配してたみたいだけど、予定より多く持っていったからすごく喜んでたよ。よかった。それなら大成功だね。ライザのおかげだよ。本当に助かった。もしあのお客さんを失ってたら紹介に大きな損失を出しちゃうところだった。本当にありがとう。そうだ、これをもらって。そんな、こんなにもらえないよ。私からのお礼は言葉でしたよ。だからこれは紹介からのお礼だと思って。ライザのおかげでうちは大きな損害を被らずに済んだから、正当なお礼として受け取って。クラウディアの頑固さには負けたわ。それじゃあ遠慮なくもらっちゃうね。うん、ありがとうライザ。うんうん、こちらこそありがとう。それにクラウディアのお手伝いができて嬉しかったよ。フィーも嬉しかったみたい。フィーちゃんも手伝ってくれたものね。ありがとう。
おい、ライザー。まあ、ボス？ったく、もういい大人だってのに相変わらず騒がしいやつだ。そうさせたのはボスでしょ。まったく。それで何しに来たのよ。用事というほどのことでもないんだが、お前学生の依頼をよく受けてるだろ。学生の依頼？まあ確かに受けてるけど、それがどうしたの？お前、男子学生の間でかなり人気者になってるぞ。どういうことよそれ。この町の学生は勉強熱心なやつが多くてな、勉強に没頭したいがために依頼を出すやつが多いんだ。そしてその依頼を最も多く受けているのがお前で、それに今までは依頼を受けるのは基本的に男が多くて、ライザくらいの年の女性は少ないんだ。そこも男子学生の人気の理由の一つだ。中学生に人気なんだ。なんかちょっと照れちゃうかも。ふん、どうせ浮かれやがってとか思って呆れてるんでしょ。浮かれてもいいんじゃねえか。学生の本分は勉強だ。その本分に集中するための協力をお前はしたんだ。感謝されているのも慕われているのもお前が行動した結果によるものだ。同じ島の人間として俺も誇らしい気持ちだ。いつもは絶対そんなこと言わないくせに。努力と行動による結果をあざける趣味はないからな。認めてくれるみたいだし、一応お礼とか。ありがとう。なあ、ライザは島で教師をやってるんだから学生のために頑張るのは当然のことなんだがな。あんまり浮かれてねえで、これからも学生のためにしっかり頑張れよ。じゃあな。余計よ、ボスのバカ。新しいレシピ思いついちゃった。
かこういうのいいよね。どうかしたの？村だと仲がいいのはタオたちだけだったし、この3年間はそのタオたちもいなかったでしょ。同世代の女の子は島にもいるでしょ。そういう子たちとは仲良くならなかったの？家の仕事を真面目に手伝ってる子ばかりだったからきっかけなくて。だからみんなと別れてからは全くなかったんだよね。私も同じかも。ライザたちと離れてからは一人も友達ができなかったから、私も今の時間がとっても楽しいよ。信じられません。友達を一人も作ることなく過ごしていただなんて。私はあまり長い間同じ場所にとどまるような生活をしてこなかったから、私は言った通りきっかけがね。パティも来てみればわかると思うけど、ここと比べるとほんと超田舎だから。想像がつきません。ところでパティは女の子の友達っているの？失礼な。これでもお友達の数は多いんですよ。そっか。パティ、友達がたくさんいるってすごいことだよ。だからちゃんと大切にした方がいいと思うよ。してますから。そもそもそれって改めて言うようなことですか？ほら、私島では先生みたいなことやってるから、大切なことはしっかり教えておきたくて。ライザはそんな風に子供たちに教えてるのね。お二人がお友達になれた理由わかる気がします。
構広い鉱山だったみたいだね。トロッコの数もかなり多い方だと思うし。でも廃坑の入り口ってどこにあるんだろう。そうだね、え、動かしたトロッコに乗れば一気に廃坑の近くに行けるんじゃない？おいおい、何年も放置されっぱなしのトロッコだぞ。車輪も錆びきってて動かないだろう。動いたとしても脱輪や止まらなくなる可能性もあるから危ないと思います。トロッコ自体かなり傷んでる。多分大人が乗ったらそこが抜けるわ。そうだよね。でもトロッコの行き先が廃坑なのは間違いないし、線路をたどっていけば入り口が見つかるはずだよ。瓦礫とかいろいろあるから注意して進んでみよう。景色、私好きだな。うん、それにしてもとっても広いね。どれくらいの人が働いてたのかな。昔からこの地に住んでいる方から一度聞いたことがあります。オートが金属の大生産地だった頃、ここはすごく賑わっていたらしいです。オートに住む人たちはもちろん、外から来た人たちも一緒に働いていて、ここで財を成し、オートに家を買った人や貴族に成り上がった方もいたそうですよ。夢のあるいい話じゃねえか。はい、ですがこうして廃坑になってしまったということは、それももう夢の後ですけど。ごめんなさい、変な話をしてしまって。町の大切な歴史の一つなんだ。教えてくれてありがとう。この敵は危険よ。みんな気をつけて。くっ、ちょっ、連続よ。カリザ、力を見せろ。くっ、そんな、そのものは任せな。行けるか。伸びろ。頑張ろう。止めてるよ。
手品を見せてやるぜ。経験を積めってことか。もっともっと強くなるぞ。ちょっとは成長できたかな。